皆さんこんばんは。バツイチ生活系 YouTuber の萩です。今日は初めての料理動画になります。で、何作るのかとテロップ出てますけど、麻婆豆腐作りたいと思います。材料、豆板醤、コチュジャン、ウイパー、味噌、オイスターソース、ひき肉、玉ねぎ、豆腐、山椒、あと塩コショウとか、あと砂糖かな、酒もあるかもしれない。あとあれだ、忘れちゃいけないの、片栗粉いっぱい書き忘れてますですけど、まあ作っていきましょう。衣食住の質を高める、いきましょう。はい、じゃあこれからこの材料を切っていきたいと思います。今日はね、そんなに切るもんがないので、まあサシャシャッとやっていこうかと思います。じゃあまずニンニクね、皮をむいてね、やつというのが一番だと思うんだけどね、こうやってね、いや、すごいね、こうやって、他の人ってすごいですね、こう全然関係なくさ、意識なくやっていくっていう、喋りながらもさ、やったりとかするわけでしょ、すごいっすね、初めてですよ、こうやってやるのね。まあ、ほんなガンとね、ある程度やったらいいんだよ。まあ、明日も仕事ですからね。うん、まあ、程よく切ってこの前に匂いとかもあるし、まあでもね、ハギさんはね、ニンニク好きなんですよね。で、生姜になります。しょうがないなんていうおじさんおギャグを言いながらですね、生姜をツンツンツンと剥いていきましょう ね。これやっぱりね、初めちょっとチューブも考えたんですけど、実際問題チューブよりかは普通にやってた方が美味しいかなと思ったんですよ。チューブの安いし、ね、片付けも簡単ですしね、本来は。ね、ガンズン作っていきましょう。これ1ミリちゃうから。で、玉ねぎね。ね、皮むいて、取って、ね、やっぱりいろいろ有効活用する人いるかもしれないですけどね。なんせ一人で作るだけですから、そんなに ね。これはみじん切り、ほとんど長ネギを入れる人がほとんどだと思うんですけど、まあどうしてもね、長ネギよりかはね、今ちょっと痛かった、切っちゃった。正直離婚して初めて料理を作ります。うん、なんかすごく久々ですしね、こうやって話しながらやるっていうのも初めてなので、ちょっと今ツンって切っちゃいましたけど、まあちょっとやっただけなんで別にね。で、長ネギはね、確かに使っちゃ使うんですけどね、やっぱり鍋だったりとかどう考えても長ネギよりね、玉ねぎはね、使う量、頻度はね、高かったですね、今までのやつ考えて。なんかチャーハンとかにもね、もう入れちゃって、家の料理ですから、正直言って。お家で作るもんですからね、ある程度のやつで十分だと思うんですよ。ね、なんか質を上げるとか言いながら、いや、バツイチで別れてすぐの人が料理なんか作るかとかさ、なんかそのあるかと思うんですけど、まあそれをね、ちょっと気分を変えてやろうかなと思っただけなので。で、本来でしたら豆腐ね、これ下茹でして塩入れて下茹でするんですけど、萩さんも今食べるだけなんでいいかな、ごめんなさい。本来はしますけど、してプリプリ感を出してねなんて言うけど、意外にね、炒めたりしてるとね、崩れちゃってあんまりプリプリ感出ないんですよね。ね、これささっとやって、はい、じゃあこれで切りましたとね。うん、じゃあ次はいよいよ炒めの工程に入りたいと思います。
じゃあ切ったものを焼いていきましょう。さあ、とこれはね、時間との勝負って言ってもプロではないので家庭用でやるだけです。火もこんだけで、中華鍋ね、これハギさんね、これずいぶん10年以上前から使ってます。ちょっとで、うちのこだわりはね、あの実は米油、これ大好きです。正直言ってあのサラダ油ってあんま使いません。ね、こうやってちょっと初めてのあれなんでちょっと緊張していくかもしれないですけど、で、豆板醤とコチュジャンね、これを入れて、香り付けですよね。で、ひき肉入れましょう。ね、これで、あのよーくひき肉をね、炒める。でね、音がね、パチパチパチっていう音に変わってくるはずなんですよ。ね、もうちょっと入れておいた方がいいな。なんか全然、じゃあちょっと味噌まで入っちゃうか。いやいや、もっとちっちゃいのでやれって言うかもしれないですけどね、ごめんなさいね。日々が悪くて、ね、それでも萩さんの動画ですから、ね、しっかりやって、いきましょうね。ね、まずは火をしっかり通す。これね、なんかの動画で言ってましたよ。あの、麻婆豆腐の動画で言ってました。そうしたら美味しいですよ、なんて言ってた。へーなんて思いながら。やっぱりね、昔は確かにレシピ見ながらとかやってたんですけど、もう今の時代、もうこうやって、もう見ちゃうのが早いね。そんで、はい。さっきのニンニクと、生姜。ねえ、あ、味噌が溶けない。味噌が溶けない。はい、ハギさん、ちょっとピンチ。それで、玉ねぎ切っちゃおう。順番がね、ちょっとね、前後してるかもしれないですけどね。しょうがないっすよ。ね、ずんずんずんと入れていきましょうね。まあ、結論として美味しいものができればっていうのもあるんですけど。で、よく炒まったら水入れます。どんだけっていうのはこんだけ分でしょ、一人分ですし。なんか言ってたのは豆腐がちょっと入るぐらいって言ってました。でもなんだろうな、この麻婆豆腐の元じゃない麻婆豆腐っていうのもね、ちょっとこの味とか色とかさ見てみようかなと思ってます。それがね、なんか手作り感っていいでしょ。で、これ上いっぱい。まあこれみんな大好きですよ、もうこれがあってチャーハンは劇的に美味しくなりました、萩さん。で、砂糖ちょっと入れましょうかね。どんな塩梅かわからないですけど、砂糖ね、砂糖、本当に男の料理って感じですよね。で、酒、お酒、自分が飲むんじゃないから ね、ちょっと入れてね。そう、で、沸騰して、まあ、ちょっと醤油も入れるかね。ズン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 。で、これはね、なんだろう、萩さんがね、いろいろずっと前から作ってた麻婆豆腐なんですよ。なんで正直正解かどうかわからないです、ね、正解かどうかわからないですけど、いつもこれでやってました、何入れようかな、砂糖かな、砂糖を入れて、で、オイスターソース。大体ね、これのありではね、意外に何でもできちゃうっていうのはね、正直ありますよ。なんか。これ
ね、ズンズズン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 とね。で、豆腐入れましょうかね。豆腐を入れて、この色さ、小学校とかで食べたようなさ、似てないですか、実際問題。で、まあ軽くふっとやる前に片栗粉さんね、なんかこれも動画で言ってました、片栗粉とお水のは1対1でいいですよみたいな、素人さんはみたいな感じでね、うん、言ってました。まあ本当かどうか知らんすけど、はい、出まして、ズンズンズン、とろみが出てきました。お、見た目めちゃめちゃ美味しそうじゃないですかこれね。え、こうやってこうやるから、ね、結局崩れちゃうんですよ。だからね、初めプリプリがどうのこうのって言ってましたけどね、結局あまり、またハギさん的にはいつもなってないっていう、そこがまだ下手くそなとこです。はい、ねえ、でもこれを麻婆豆腐よく作ってました。で、最後に火を弱めましてね、山椒入れましょうか。ね、子供たちが来るんで、なかなかね、入れられないんですよ、これがまた。はい、よいしょ。はい、入れまして。ね。ほんと、胡椒も、まあ、ね、いいや、これでもう、いいと思いながら、ズン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 、ズン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 と。で、最後にごま油ね、ごま油で言うの忘れてました。これで正直ごまを入れてごまかすとね、これでおしまいですよ。早かったですね、兄さんの器。はい、さね、どうですか、これで入れてみて、やってみますよね。え、結構余っちゃったかもしれないけど、まあまあまあ、うん、あー、ごまのね、最後の香りがいい香り、これが伝わらないのが残念症。はい、麻婆豆腐ができました。はい、麻婆豆腐できました。おー、こぼれるこぼれるこぼれる。じゃあ、いただきます。ま、その前にこれね、やっぱり仕事帰りです、終わりですから。で、あ、見えなくなってる、これうまいコップです。ハギさんのうまいコップ、また音がいいじゃないですか。これもね、何回言ってました、入れ方すごくね、初め3回に分けてやれって言ってました。だからこの待ってる間に先ほどの麻婆豆腐を食べていきたいと思います。うん、うん、やっぱりニンニク、生姜、生正解、大正解で、玉ねぎがシャキシャキしててね、甘くて美味しいですね。結構砂糖若干多めに入れたかと思うんですけど、感じとしてはそこまで甘いものではないです。山椒と香りとね、ごまの風味、素晴らしくよくできました。そう、非常に美味しいですね。これはね、本当に回数結構簡単で作れるんでね、もうひき肉ちっちゃいパック、さっきのやつはね 100g もいかないですかね、安く売ってて58円で売ってました。素晴らしい。で、豆腐一丁でしょ。で、あと調味料っていうのは一回買っちゃえば当分減らないですね。で、玉ねぎは半分しか使ってません。なのにこんだけ美味しい、素晴らしい。やっぱり中華料理の人すごいと思いますよ。あれはね、中華鍋一つでいろんな料理が作れてしまうっていうのと、味のバリエーションの豊かさ。じゃあいただきます。
美味しい。うん。うん。うん。自分で作ってても美味しいってなかなかですね。いや、なんかやっぱり自分で作ったらは、まあまあこういう味かなって予想ができて、他の人食べてもらうと、まあまあいい、いいね、美味しいよねとかって言ってくるんですけど、改めて自分で作って食べるのが美味しいですね。うん。やっぱり片栗粉で、水溶き片栗粉で包むっていうこのアイデアが素晴らしいじゃないですか。みんなね、それまではね、味とかの味覚ピピピピピピピンってとんがってるのがね、包むようにねやっていく。まあ好きですわこれ。うん。でね、玉ねぎのシャキシャキ感残ってます、正直言って。ですけど、今回はみじん切りにしたのでこれが正解だと思います。まあ、お子様とかでちょっとそういうの嫌だなーなんて思う子なんかいたら、玉ねぎ炒める時間っていうのを若干長めにやっていただければ、しんなりすればもう味なんかわからないです。でもやっぱり栄養しっかり入ってますからね、それが美味しいと思いますよ。やっぱり食べてて体にいいもの、うん、っていうのはね、まあ、お店で買ってくるのもすごくいいと思うんですけど、うん、まあやっぱり一人で作ったりとか家で作るとね、正直量が多く作っちゃうんですよ。うん。でまあ次の日ね、朝でもそうですし、わざわざお弁当入れたっていいからね。うん、入れてましたしね。うん、ああ非常に美味しい。ああ、ちょうど1週間ですよ。先週私のところに大波が来て、大波が去って気分がいろいろ変わりましたけど、ですけどね、こうやって料理をまた作って食べて、うん、っていう形っていうのは変わらないでやっていこうかなと思います。うん、うん、まあこれはちょっと正直行儀悪いのは分かってます。食べながら何かを喋るっていうのはね、あまりいいことではないと思いますけど、まあでもこのぐらいしかねないんでね、今はね。うん、もうまあこういうテロップ作りましたけど、テロップっていうか、まあ普通だったらちゃんとね、パワーポイント使ったりなんだりって、もうそんな時間ないっすよ。昼間の仕事やってますんで、ね、コピー機のメンテナンスのお客様のとこ行ってやってるっていう、やっぱり働く意義ってお客さんに喜んでもらいたい、もうこれはねずっと前から私思ってました。何回かバカにされたこともあります。いや働くって自分のためだろうって、まあそれも正解だと思うんですけど、なんか自分のことだけってなるともうそれでいっぱいなんですね、終わりなんですよね。やっぱりとお客様から、他の人とからありがとうって言われる気持ちっていうのがやっぱり一番の原動力。これはお客様に対してもそうですし、中に働いてる社員の方、もうお互いそんなと思うんですよ。その人が働きやすい環境っていうのはどう作っていってあげたいかっていうのね。それやっぱり同じ人が立場が違うって、金払うか払わないか、ね、それと一緒に仕事やるかやらないかって時なんですけど、まあ誰にでもっていうのももちろんあるかもしれないですけど、やはりでも他の人に対して何かを尽くしてあげたいっていう、これの気持ちはあります。まあそれが行き過ぎちゃったのかもしれないですけどね、なかなか家族の方にっていうのがそれがなかったのかもしれないですし、けどでもやはり男は仕事してなんぼ、うん、でまあちょっと古い価値観、おじさんですからありますんで、ね、うん、やっぱり人に喜んでもらうのは最高ですよ。だったら頑張れる、じゃあこの人もこうしてあげたいなっていうのは思います。それは仕事を通じて自分自身が成長してきたなと思います。だけどもっともっともっとですよ、
まあ、どんな人も同じこと言ってると思うんですよね。私は昨日社長にも言われましたよ。な、萩さんが変わっていくっていうのが一番の答えだっていう、うん、反省するときは反省して変わっていく。僕も鴨頭さんの動画見ました。まあほぼ毎日見てるんですけど、やっぱり同じフレーズは言うんですよ。誰が言うかっていうのももちろんあるんですけど、でもその言葉って自分自身も部下に対して言ってたりとかしますよ。変わってこうだよって。でも結局それって自分ができてないから言ってしまってるっていうのもあるかと思うんですよね。子供とかに対してもそう、子供ができないようなことを大人が言ってる、いろいろと反省する気分が出てきたと思います、自分自身も。あ、楽しく何かやってるかいって言った時にね、やってるってやっぱり言いたいですし、そのやってる気持ち、顔、笑顔がね、普段から出てたかどうかっていうことですよ。これがまだちょっとね、足んなかったのかな、あとは方向が違ったのかもしれないです、今思うと。でもこの、他人のために頑張るっていうね、他人のことを幸せにするっていうのは変わらないですよ、まあコピー機を通じてね、今私はそうやってお客様にどこに行ってっていうのがありますんで、あ、早見さんが来て今日も調子よくコピー機動いてるなっていうのもね、感じてもらえば。お医者さんはなんかさ、体悪くなっていって治すじゃないですか。でも悪くなる前に何とかしようよって、機械も同じだと思うんですよ。故障したから行くって当たり前じゃないですか。でも故障する前に何とか手がないのって、それをやっぱり常日頃考えながら機械と接して、お客様に対してどういう風にやってましたかねなんて話聞きながらね、萩さんはね、引き続き仕事やっておこうかと思いますよ。なんか食べながらぼやくっていうのもなかなか変な話ですけど、行儀が悪いのは重々承知。最後までうまい。いやー、やばい、惜しい。でもこのお皿、昨日も使いました。ニトリで売ってました。500円ぐらいです。ちょっと感じ良かったですよね、なんか。だから買ってきちゃった。今までお皿とかいっぱいあるんですけどね、まあそれも少しずつ紹介しながらやっていこうかなと思いますよ。まあ何せちょっとね、こうやって食べながら話して動画撮るって今楽しいです、正直言って。だけど編集はすごく皆さん凝ってるとかって知るかと思うんですけど、それでそれが何だろう、嫌になってきちゃうってなっちゃったら、面白みじゃなくて義務ってなっちゃうと、仕事でもそうじゃないですか。言われてやるのが仕事じゃないって。でも自分でこうしようかななんて思って取り組んだことって続けられますし、結果出るまでやろうと思うじゃないですか、だから私全国になったと思うんですよ。3回ありまして、 2回3位まで入んないとメダルがないんですけど、毎回毎回一番初め行った時4位だったんですよ。次8位で、その次2位でも4位の時思いました。あ、もうちょっと行ったらメダル届くんだなと、すっげえ欲しいと思いました。次の年なんとか決勝大会行って8位になりました。その時はすっごいショックでした。もちろんもっといるんですよ、下が10位前に入るってことはすごい素晴らしいことだと思うんですけど、でも自分自身の中ではもうダメだと思ったんですよ。これダメだと思って、
メダル欲しいって言って頑張って1年間やってきたことが結果これかよって、そいつ頑張ってねえんじゃねえって思った。でその次のとこもなんとか予選を通過することができて、やったら2位でした。もちろん1位の人にかないませんでしたけど、でも3位の人は私が初めて行った時の4位の時の1位の人でした。ってことはその人に勝ったんですよ。私痺れましたね、正直。結構楽しんでながらやってるんですけど、その時は順位を待つ間ずっとお腹が痛かったんですよ。初めてでした。プレッシャーなのかわからないですけど、お腹痛くてお腹痛くてなくて、全然皆さん飲んだり話したり交流してたんですけど、私もう夜中痛くてトイレにずっと行ってました。で発表する時も痛かったです。発表聞いた時に全部吹き飛びました。やったなって感じで、まあこれは小さい成功体験かもしれないですけど、その時はやっぱりメダルがずっと欲しかったっていう気持ちで1年間仕事してきた。周りがどう思うかもしれないけど、自分自身としてはそれはやっぱり意識変えて出てきた答えの一つだと思ったんですよ。普段の仕事ももうちょっと今以上にやっていこうかなと。ですけどやっていった結果が家族がいなくなったってなったら寂しかったね。だけどそしたら何かが違う方向にしなきゃいけない。その時にやっぱり鴨頭さんの話だったりとか、遠慮国葬立花さんの話だったりとかを聞いて、私の心の中が動きました。だから YouTube やってるんです。何かを変えるきっかけっていうのは小さいかもしれないですけど、でもいいじゃないですか。小さい一歩しか人間の歩幅はないんですから。それが一歩踏み出すことによって10歩になって100歩になって、もう1000歩になって、どん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 やっていけばいいじゃないですか。いろんなことが日々勉強だと思います。私も勉強してます。勉強しなかったら面白くないと思うんで、まあ引き続きこれぼやきながら食べましたけど、また今日はこの感じで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。